でも思ったより賑やかじゃないみたいだ。どういうことだ？今日はお祭りの最終日、観光客もそろそろ帰っている頃合いなのでしょう。最終日は人も少なくなると聞きましたので、事前に撤収作業を始める屋台もあるそうです。私聞いてきます。どうしても一度は参加したいので。おう、その意気だ。オイラたちも付き合うぞ。人が少なくなってきただけで、お祭りはまだ終わっていません。早く向かいましょう。おい、見ろ、あそこの屋台、お面がたくさんあるぞ。祭りに参加するにはお面をかぶるって聞いたことあるけど、今もそういった風習はあるのか？以前はそのような風習がありましたが、今ではお祭りを賑やかにするための流行り物となっています。絶対に被らないといけないわけではございません。よう、神里家のお嬢様じゃないですか。こんにちは。みんな彩香のこと知ってるんだな。さすが稲妻の有名人。もちろんさ、シャブ業の神里家は稲妻でもすごく有名な一族だからな。特に神里家のご兄弟は家を継いだ後しょっちゅう外に顔を出してた。神里のお嬢様を見たことがない若いもんも多いが、俺みたいに年を食ったおっさんは結構目にしたことがあるんだぜ。そんな、私とお兄様はただ義務を果たしていただけです。神里家の人間が祭りに来てるとこなんて初めて見ましたよ。公務中ですかい？いいえ、こちらの旅人さんを案内してあげているのです。おお、旅人。そう言われると確かに知らない顔だな。若いの、初めて稲妻に来たのか？楽しんでいけよ。ああ、そうだ、おい野郎ども、神里のお嬢様が祭りに来てるんだ。撤収作業を早まるなよ。お待ちを。そのあまり大げさには、私たちはただ感謝するぜ。旦那、声をかけてくれなかったらみんな撤収してたかもな。だってもうじき店じまいの時間だろ。確かにそうだが、俺たちも神里のお嬢様が祭りに来るのを初めて見たんだ。それだけでも屋台を続ける甲斐があるってもんよ。そうだ、この二つのお面をお前さんらにやろう。いえ、もうこんなにもお世話になったのです。これ以上は。いいんですよ、持って行ってください。俺たちみたいな一般人も普段からシャブ業の世話にはなってるんです。どうかお返しさせてください。それを受け取ってくれなかったらおじさん面目丸つぶれですぜ。しかし、もうわかりました。遠慮すんな、楽しければいいんだ。おじさん、おじさん、オイラの分は？お？お前さんか。この小ささのお面は悪いけどないな。おいら一人だけお面なしで祭りに参加しなきゃいけないのか。パイモンさん、大丈夫です。お面は必須ではございませんよ。でもなんか仲間外れにされた感じがするぞ。なら葉っぱをかぶるのはどうだ。お前さんの顔なら十分だろう。ねえ、
じゃあ仕方ないな。安心しろ、おじさんがすぐに小さいお面を作ってやるから。本当にありがとうございます。いいんですよ、神里のお嬢様。明かりがついてるうちに夜の祭りを楽しんでください。はい、では旅人さん、行きましょうか。あ、少々お待ちください。一つ説明しなければなりません。先ほどは緊張していて、その言い訳をしてしまいました。ここへ来たのはあなたの案内をするためだけではございません。私を信じてください。私はその心からあなたと一緒に来たかったのです。はい。旅人さん、見てください、おみくじの屋台がございます。あ、綾香様、珍しいですね。今日はお友達と。どうぞ寄っていってください。おみくじをやっていきませんか。はい、一回おいくらでしょうか。綾香様は知らないかもしれませんが、僕の叔父は以前シャブ業の世話になったことがあるんですよ。あの頃はあなたの父親がご存命で対応してもらったんです。ですのでお金なんて取りません。え、本当にいいのでしょうか。もちろん、よろしければ僕の屋台で楽しんでいってください。それにそちらのお二方もどうぞ。旅人さん、パイモンさん、どうしましょう。あやかはみんなに好かれてるな。それじゃ遠慮なく。旅人さんが言うのなら私も遠慮なく。店主、おみくじをお願いします。はい、こちらになります。おみくじを引いてください。中を開けて運勢を確かめてみてください。あ、どうだった？オイラは中吉だ。なかなか悪くないな。私も中吉でした。旅人さんは？それはとても幸運でございます。おめでとうございます。大吉、仁。金色の恋が波を越え高い名声を持ち貴人と触れ合う。この先もきっと幸運が持ち続けることでしょう。いい兆しだな。おめでとうございます。皆さん運がいいですね。これほどの幸運ならこれから何をしようともきっとうまくいくでしょう。そうだな、これからもこの運が続いていくといいな。こちらは食べ物の屋台ですね。稲妻を代表する美食がたくさんあります。何か食べたいものはありますでしょうか。私が買ってきます。どれも美味しそうだぞ。全部食べていいか？もちろんです。でも残しちゃうともったいないよな。一つ一つ順番に試していこうぜ。あやか、あそこの団子が欲しい。はい。あれも美味しそうだな。それとあそこの卵焼きも。食べてみ
私はこの費用持ちにします。はいよ、すぐ用意します。うん、費用持ち美味しい。そうだろう、うちの屋台の人気名物なんだ。店主、オイラにも一つくれ。ぶしつけなことを聞きますが、これは何でできているのでしょうか。作りたいんですか。いいですよ、ちょっと待っててください。作り方を書きますんで。新しいレシピだ。え、教えていただけるのですか。商売をする上でそういったものは秘密なのでは。皆さん、君波料亭の店主に異国の料理を教えましたよね。俺と彼女は古い友人なんです。普段から料理の腕を競い合ってまして。だから俺からもお礼をさせてください。どうぞ遠慮せずに。ありがとうございます。帰ったら必ずこの美味しいお菓子の作り方を勉強します。そちらのお客さんも一つ持ってけよ、美味しいぞ。ご自身の手で美味しいものを作る感覚、ぜひ試してみてください。はい、このお菓子の作り方を学んだ後、旅人さんとパイモンさんに試食してもらってもいいでしょうか。いいぜいいぜ、約束だ。はい、頑張ります。終わりが近いのにこんなに面白いなんて、オイラお祭り大好きだ。はい、私もそう思います。今日ここであなた方と一緒にお祭りに参加できて本当に良かったです。ここは絵馬を売っている屋台ですね。稲妻の人々は絵馬という五角形の木板に自身の願いを書き、それが叶うことを祈るのです。リーヨへの回答と似たようなもんか。これも願いを叶えるためのものなんだな。そこの人たち、エマはどうだ。祭りの最後に君たちの願いが叶うよう祈ってみないか。面白そうだ、試してみようぜ。でも字を書いたり絵を書いたりするのか。オイラは遠慮しとくよ。お腹いっぱいで頭がぼーっとしてるから、今は頭が働きそうにないし。店主、エマを2つお願いします。はい、エマ2つです、どうぞ。旅人さんはどのような願いを書くか決めましたか。私も決めました。お二人さん、願い事を文字や絵にしてエマに書いてください。完成したらそこのエマ掛け人前に展示するのか。よし、だったらオイラもやるぞ。オイラの腕前を見せてやる。これでよし、あなたの絵馬を見てもいいでしょうか。これはあなたとお兄さんですか。素敵ですね。きっと見つかるさ、自信を持て。はい、パイモンさんの言う通り、その願いはきっと叶うでしょう。私もあなたのために祈っています。彩子が書いたのって天使閣か。はい、私の願いは稲妻の皆さんが平和に幸せに生きること、そして家族や友人が健康でいることです。この願いが叶うことを祈って。はい、ありがとうございます。あ、もうこんな時間ですね。え、もう行っちゃうのか。はい、お祭りもそろそろ終わりですので、楽しければ楽しいほど時が過ぎるのは早いものです。流れる水と舞い散る桜のように。戻りましょう。